愚か者がやっと気づいた成功法則学校に行けない子どもたちからオリンピック選手をはじめとするアスリート企業経営者マネージャー新入社員メンタルサポーターとして20年間にわたり講演研修を行ってきた成田義則が。 今と未来を変える人生哲学の話をお届けします視聴者・リスナーからの人生相談にも答えしますこんにちは早川予恵です愚か者がやっと気づいた成功法則成田さん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ5月に入りまして今回もご質問をいただいています さあ早速ですがいきます。はいはい、ええ二十五歳女性からです。はいありがとうございます、えー。ありがとうございます。好きな人の前だと緊張します。えー、恋のメンタルに関する相談させてください。<laughs> これ初めてじゃないですか。恋メンタル系は恋メ,ル系、ね、恋メンタル系初めてです。はいでは行きます。え私には好きな人がいます。え職場のリーダーで彼は五歳年上の三十歳です。え私は今の職場での仕事は初めてだったのですがリーダーに相談するといつも優しく丁寧に教えてくれるので気がついたら好きになっていました。 過去の経験上好きになる相手の前だと緊張して本当の自分を出せません、えー、お付き合いする上ではお互いのことを知る必要があると思うのですがどのようにすれば緊張せずに相手と話せるようになりますかということですはいなんかいいですねキュンキュンしますね <laughs> はい。苦手な分野ですね。そうですね。苦手な分野ですか。そんなことなさそうです。海江くん得意な分野。いやいや違いますけど、あのう、でもはい。僕らなんでこんなと思ってるのかはね、わかりません。いやでも成田さんはいろいろありそうですけどね。いや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 。メンタルだからね。まあそうですね。まあメンタルの見地から言わせていただきましょうはい。まず一つは相手の気持ちはコントロールできない。ああ、一緒の話ですね。だから好かれよう好かれようと思いすぎると。 相手の気持ちをコントロールしたがっちゃうじゃないですか。まあそうですね。ついてもらおうはい。それってすごい無理なんで。うん、ってことは自分しかコントロールできない。まず一つね確。確かに。なので、まず一つは自分しかコントロールできないんだと。うん、だったらば、はい、要は自分がもう思ってることを常に相手に伝えていけばいいわけですよ。はい、で、えー、ありのままの自分を緊張して出さないって言いますけど、はいうん それを出せないあなたもありのままなんですよね。確かにそうです。ですよね、だって。緊張して、あなたの前では、もう緊張しちゃって、なんかちょっとあまり喋れないとかっていうのもありのままじゃないですか。はいはいはい。だからもう、あまり、だから、かれようとせずに、そもそもです。そもそも好かれようとせずに、今自分が思ってることを今度はどんどん相手に質問する。なるほど。自分が興味あること、いろんな話を相手に投げかけてみる。そうするとコミュニケーション取れてきますよね。はい。 これに関しては、どう思うとかさ、どんな食どんな食べ物が好きとか、なんでもいいんですよ。で、一緒に、じゃあ今度一緒に、美味しいお店見つけたんですけど、あいいですね。行ってみませんかみたいな、いいじゃないですか、それで。これでもまさに、この方、仕事であればね、ここに書いてすけどリーダーに相談すると、いつも優しく丁寧に答えて教えてくれるのでっていうことなんで、基本、そのスタンスをちょっと応用すればいい感じじゃないですか。そうですねだから お礼にね「何々さん何好きですか?」って言って焼肉とか中華とか和食寿司いろいろありますけどあそうですかじゃあ私ちょっとこの間聞いたお店が美味しそうなので行ったことないですけど一緒に行っていただけませんかみたいなそうですね場合によってはちょっと連れてってくださいぐらいに言っちゃってもいいかもしれないですよね確かにそうですねこれでもももそそ これ言っちゃうと身も蓋もないかもしれないけど好きな人の前だと緊張しますっていうこと自体がまあ普通ですよね当たり前でも誰でも,誰でもでね。だからそれ自体がやっぱりまず当たり前だと思ってもいいと思いますしどうにかしたいみたいなことを思うと緊張しちゃうと思うんですけどでもこれそうかせっかく収まりいいってことじゃないですけどでもどうにかしたいみたいなやっぱ好かれたいみたいな気持ちあるじゃないですかありますね それはどうコントロールでもやっぱり繰り返し繰り返しそもそもコントロールやっぱできるものじゃないから自分からっていうところに徹すればいいんですかね。あの好かれようとしないで、うん、自分を出した結果、うん、好かれれば OK ですよね。なるほど。飾って好かれても、はい、後でバレますから。確かに確かに確かに。はたらしをするんで。そうかだからもうねちょっとカッコつけて、うん、なんかいい子演じて、うん、本音出さないで。はい 付き合って好かれても、本音が出たら嫌われるんじゃ意味ないですね。いや、本当ですね。なので、もう、そこは開き直って、素の自分でもうそのまま言って、気に入られなかったらしょうがない。そうですね。うん、開け直るのも大事ですね。そういう意味では、この方、本当の自分を出せませんってありますけど、はい、逆に今の緊張してるのは、ある意味本当の自分でいいってことですよね。そういうことですよね。うん。うん、そういうことですよ。全然それも言っちゃったっていいんですよ確かに。 もう何々さんの前だと緊張しても話せなくなっちゃいますみたいなかい,い,かい,いすね,ね、うんはい。場合によってはそれで逆にキュンとしちゃうかもしれないです、ねで。お酒ちょっと入ると緊張やらぐんで、一回ちょっとあのお食事付き合っていただけませんか、うん、あとか、ね。それいす、付き合ってもらえませんかは、ね、いいかもしれないです、ねうん。いいじゃないそこでほら、本当にお互い気が合うのかどうか。確かに チェックできるもん、ねうんまあ、仕事の相談も兼ねてみたいに言えばね自然かもしれないですし、ね、<laughs> コミュニケーション取れるんですそれで何回か取ってたら、うん、あやっぱり何か違うとかももちろんあるかもしれない、ね、それお互いにありうるじゃないですかかっこつけて気に入られても、うんはい、そしてそういうことを経験することによっていわゆる彼女が言う本当の自分を出せるようになっていくかもしれないですね。それでいいいと思います、ねはい、ということで成田さんの恋のメンタルの答えでした。<laughs> はい。さあじゃあ今日はもう一問いけそうですね。はい、はい。ではいただいています。ええ四十七歳男性からいただいています。はい。私の母が脳梗塞で倒れ、自宅で寝たきりで介護しなければいけなくなってしまいました。私には四つ年上の兄がいるのですが、えなかなか介護 サポートも含めて、えー、協力的になってくれません、えー。この温度差にとても腹が立ち、そして同時に悲しくなってしまいます。えー、どうすればいいでしょうか。ご教示いただけたら幸いですい。やっぱ年齢的にこういうの結構あるかもしれないですね。あそうですね。うん、お母様がね、ちょっとでもね、良、はい、くなっていきただい,ていですね。すねはい、まあここは無心理法則的に他人は変えられない。うん、やはりまずそこです、ね、兄弟であってもですね。兄弟であっても、うん、いわゆる他人は変えられない。うん ってことはですねまず考えてほしいのはそこで頭にきて兄貴と喧嘩してもうお兄さんなんかいいのよって言ってスポイルしてしまうもう俺が自分でやるよみたいなのが自分の理想なのかそれともねお母さんのことを考えて兄貴の顔も見たいよってだからお願いだから何日と何日と何日はちょっと手伝ってくれないかいとお母さんのところに会いに来てくれないかいと。 いうことで、うん、こっちだからお願いをするお願いです、ね、お願いをするうん、うん、が理想なのかはい 要は喧嘩してもういいよって言って自分でやる人が理想なのか、うん、やっぱそこに理想像がやっぱり戻ってくるわけです、ね、そうか、うん、もう理想像って今までな、ね、一体何回この番組で成田さんお話ししてくださったか分かりませんけどあのやっぱりね目標達成とかどちらかというとそのポジティブな状況をねよりドライブさせるためのイメージありましたけど、うんはい、こういう、まあ、ややもするとすごいネガティブでまあ、うん、いろいろ負の感情が、えー、取り巻くような時もというか ある意味、時こそ使えるってことですかそうなんです。だから、常に壁に当たった時とか、うん、悩んだ時とか、そうか苦しんだ時に、はいじ、もう理想の自分だったらどういう形で行動するのか考えする、うん、考えて、うん、え声をかけて。うん、はい もう全部それを理想像にイメージして考えていただくとそうですね、なんかそうすると、まあ、当たり前ですけど、普通に考えたらさっきのね、どっちの自分がいいのかって言ったら、喧嘩するよりもそのお願いして、うんえ、きちんと一緒に取り組んだほうがいいと思います何よりお母さん、まあ、この方、お父さんが今いらっしゃるかちょっと分からないですけど、少なくともその、とうのお母さん、絶対、息子二人のほうが嬉しいですよねねねでです、ねうんうん、だから例えば、ねうん、それでもね。 お願いしてもダメな場合ありますよね。まあ可能性としてありますよね。ね。うん、そこでお母さんにもう兄貴はもうダメだよと。うん、どうしようもないあいつはっていうよりも。 兄貴さって来たがってるんだけど忙しいみたいで来れないってごめんねって言ってたからねっていうふうにお母さんには言ってあげたりね。そうかそのまま当たり前ですけど正直に言うのがいいとは限りませんよね。そうですね。やっぱり嘘も方便じゃないですけど大切なのは自分の理想像だったらねどういう形で行動をとるのかっていうのを考えるのはすごい大事なんですけど大切なのは 自分の理想って言ったらね、なかなか出てこない場合があるんですよ。自分ってわかる。自分がやるとなると。特にこういう状況の時は。イメージできなかった。自分が尊敬できる人、もしくは映画を見ていて、同じようなシチュエーションで、あの主人公がこんなこと言ったら俺感動しちゃうなっていう行動、まあそれをね、イメージしていただければいいかなと思いますね。 そうですね理想像ってそういう形もあるかもしれなないですそうん壁に当たった時苦しんだ時辛い時に実はすごく役に立つそこに立ち返るというっってよかたですお話聞きながらそういう意味では母の理想像を考えるのもいいのかなと一瞬思ったんですけどそうすると結局自分の理想像と重ねちゃって母の理想像だと兄貴が来てくれた方が良かったよな来ない、来ない腹立たしいみたいになりそうだからやっぱりちょっと距離を置いた方が良さそうですね。うん そうかこれネガティブな状況でつまりネガティブというか壁壁こそ理想像を使うべきですね、うん、そうです苦しい時こそ理想の人だったらどんなこの時どういう形で考えて、うん、どういう行動を取ってこれを乗り越えるのかですよねそこを常にイメージしていただきたいですねこれはねまああのいろいろケースは違いど、うん、やっぱりねこう年齢的にいろいろ親御さんのことでこういう悩み抱えてくる方多いと思いますのでぜひねあのこの辺りはみんなで また聞いて実践できたらというふうに思います。さあ、えー、この番組では引き続き、えー、皆様から成田さんへの、えー、ご質問、えー、募集しております、えー。詳しくは概要欄の方をご覧ください。はい、ということで、いはい成田さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。